高松和夫は、日本の政治家。衆議院議員、国民の生活が第一国会対策委員会、副委員長、秋田県総支部連合会代表、秋田県議会議員などを歴任した。秋田県山本郡山本町出身。秋田県立の城高等学校卒業後、中央大学に進学。卒業後は、同大学院社会学専攻修士課程を修了した。 経営コンサルタントを務めていた。1991年秋田県議会議員選挙に当時の山本軍選挙区より出馬し、斉藤茂選と共に初当選。当時は自民党員であった。自民党離党後の1999年の県議選で参戦を目指すも参議院議員に倉返した斉藤の後継候補の武田秀文。 および現在の八方町を地盤とする、金谷信英の両自民党候補に阻まれ落選。その後民主党入り医師、2001年の第19回参議院議員通常選挙で、秋田県選挙区から出馬するも落選。さらに、同年11月には、同年7月実施の秋田市長選出馬のために、 穂ず氏が辞職していたことと、当時の民主党県議であった山田康夫の死去により、欠員にとなった秋田市選挙区の単独補欠選に、山田の事実上の後継として国外して出馬し、市長選挙に落選していた穂ずと共に帰り咲き、以後秋田市選挙区で3期連続当選。県議としては、通算5期務める。 2009年8月第45回衆議院議員総選挙に、当たって、秋田2区の候補として、社民党の山本清弘氏を党本部及び、秋田県連が推薦したことに対して抵抗し、同年4月の秋田県知事選挙に落選した前、小坂町長の川口博士王立に動いた。結果として、川口は、無所属で出馬し、選挙区当選を果たした。さらに、 高松自身も総選挙に出馬するため県議を辞職。比例党北ブロックより単独23位で立候補し初当選。67歳での国政進出だった。2011年2月17日民主党政権交代に責任を持つ会に入会。2012年の消費増税をめぐる政局では6月26日の衆議院本会議で行われた。 消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して、反対票を投じた。7月2日には、山岡県次らを介して、離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で、離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、 国民の生活が第一の決闘に参加した。同年8月31日、同等の秋田県総支部連合会が発足すると、その代表に就任した。同年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙には、日本未来の党公認候補として、秋田一区から出馬するも落選。 2017年10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙に希望の党の比例東北ブロック単独20位の候補者として出馬したが落選。前述の通り、妻は東京音楽大学音楽学部教授の市川智子。なお、高松と入籍しているため、智子の戸籍名は高松であるが、 声楽家、オペラ歌手として活動する上での必要性からも、旧姓の市川を普段の生活上においても用いている。ありがとうございます。